はい、今回ご紹介のお部屋はクリオ横浜2番館京急線戸部駅徒歩3分、ターミナルステーションの横浜駅も徒歩11分の 3LDK 65平米のお部屋のご紹介です。玄関にはトールサイズのシューズクロークがついてます。左手が 4.5 畳の洋室でエアコンもついてます。で、クローゼットですね。でその隣が 6.6 畳の寝室になります。クローゼットも横幅のあるクローゼットがついてます。ローリングクロス設備すべて交換済みのフルイノベーションの物件です。トイレも等々製のウォシュレット、上部には釣り戸棚、壁掛け式リモコンがついてます。裏手には、ちょっとした収納スペースですねがあります。でこちらが洗面室ですね。洗面化粧台は、三面鏡になるタイプで裏が収納になっています。でその隣にも、可動棚の収納スペースがついてます。バスルームは、ユニットバスは新規交換してあって、まあ、追い炊き、浴室乾燥機が標準でついています。でリビングダイニング、9.3 畳でキッチンは別ですね。食器棚がついてます。上に釣り戸棚がついてて、嬉しいのがこのゴミの分別ですね。3つに分かれる分別がついてます。でそのままキッチンから、バルコニーに出れるというのもいいですね。システムキッチンも新規交換してあります。釣り戸棚のないタイプで非常に開放感がありますね。浄水器がついてます。とこちらには奥行きのある、収納スペースがあります。横長の、ワイドタイプの、リビングで、こちら側が西ですね。で南向きですね。で隣が5畳の洋室なんですけど、角間仕切りになってますんで、まあ閉めればあの洋室となりますけど、オープンにしていただければ15畳ぐらいのリビングに広がって使えます。クローゼットも、ちゃんとありますね。で一応線路が近くて京急線も二重サッシになってます、まあ、閉めてれば気にならないんですけど、開けるとやっぱりもう線路がすぐそこなんで音を拾うと思います。こちら側が南ですね。なので日は結構明るいお部屋だと思います。はい、以上クリオ横浜2番館、3LDK65 平米のお部屋のご紹介でした。